キルギスのアクシチックのある家庭で床に敷かれているシルダック。シルダックないしシルマックはステッチが施されしばしば色彩豊かなフェルトでできた敷物で通常は中央アジアで手作りされている。カザフ人もキルギス人も伝統的にシルダックを作るが、キルギスでは特にこの伝統が生きており製品の多くが観光客に販売されている。 羊毛を染色したものでフェルトを作り、2色のフェルトを重ねて模様をナイフで切り抜き、異なる色を組み合わせて図柄を構成し、これを手縫いで縫い合わせて敷物とするものであり、もともとは移動式住居の中で床や壁を覆うためのものだったとされる。シルダックは国際連合教育科学文化機関の世界、無形文化遺産の一つに選ばれている。 シルダックの製作工程の様々な段階を示すサンプル。一枚のシルダックの敷物を製作するためには、およそ5等分の羊毛を使う。製作工程の進みは遅く、労働集約的である。シルダックの敷物は、伝統的に女性によって作られてきた。刈り取られた羊毛は、きれいに洗われ、乾燥させた上で、染色される。シルダックは、 極めて対照的な色彩をはめ込み細工のようにパッチワーク状に組み込んでいくデザインが一般的であり赤と緑黄色と黒茶色と白などの組み合わせが用いられる羊毛が乾くと無地の背景の上に鮮やかな色の模様が置かれ次にこれを石鹸水に浸し巻き上げ文字通り圧迫するという工程が繰り返される染められた模様が定着し始めたら 敷物を裏返して、再び石鹸水に浸し、巻き上げ、その後数時間放置して乾燥させる。対照的な色の2種類のフェルトを重ね、一番上の層に模様をチョークで描き入れる。これを慎重かつ丁寧に切り抜いていくのだが、その過程ではすぐに鈍ってしまうナイフを頻繁に研ぎ澄まさなければならない。こうして、水、ヤギの角、ゆるとなど、 彼らにとって身近な事物を表彰する象徴的なモチーフのイメージがたくさん散りばめられた目を見張るようなポジティブ、ネガティブの様式による四角図像が作成される。カ,ズカスタンでは羊と羊飼いの表彰が特に広く見受けられる。最上層から切り取られたフェルトは無駄にならず、元のシャイアタックの逆の色の組み合わせで別のシルダックを作るために使われる。ありがとうございます。